昔ね、私懸垂ができたんですよ。これ3回ぐらい、ちゃんと逆手じゃなくて順手で、だけど今できなくなっちゃったね。やっぱ筋量落ちてるんだなっていうのもあるんだけど、だけどな、ある医師は筋肉が、弱っているっていう人が過敏症になりやすいというような見解を示しているんですが、なんかちょっと私体感が違うんですよね。だって懸垂ができてた頃にもう過敏症発症してるから、で今逆にこんあの懸垂できない状態でだんだん良くなりつつあるっていうのは、なんかちょっとその理論は腑に落ちないんだけど だけどね、筋肉が弱ってしまうと、寝たきり状態になりやすいっていうのは確かにわかるので、昔懸垂ができてた状態にね、戻れればね、それはそれでいいよねって思ったんで、ちょっとやっていこうかなというふうには思いました。でもね、今懸垂バーとかこうつけられるような状態じゃないから、ここにね、階段があるんでね、もう階段使って懸垂できないかなって思ってんだよね。だけどさ、バーじゃないから、引っ掛けてるだけだからね、手を。これで懸垂できたら相当すごいよねって私は思うんですよ。で、今どのくらいできるかな。ちょっとこの高さだとね、全然上がらないと思うけど、ちょっとやってみるよ。うわ。ジャンプしないでやってみるね。でも全然ぶら下がってない 全然肘が曲がってないっていう。ちょっとジャンプしてみようかな。でもこんなんか。全然いかないね。ちょっとこの段、この、ちゃんと足がついてる状態の段階でやってもどうなんだろうっていうね。むずいよ。全然ダメだ。だけど もう少し、これね、ちょっとやり慣れてくると、なんかこう、神経も、やる気なのねっていうふうに、思ってくれると思うので、できるかもしれないね。これちょっと、懸垂練習場になるかもしれないな。ちなみにでも階段壊れるってことはないですよ。あと階段つけてる柱が壊れるってこともありません。だって自分の体重、この階段上り下りしてるから、もし、懸垂することで壊れちゃうようだったら、階段の意味がないね。階段上り下りすらできないはずだからね。そういうわけで、一番安全、しっかりしてるからね。安全、懸垂バーってね、突っ張り棒式タイプのやつがあるんですけど、それをやっちゃって、とね、たまに落ちることがあるんですよ。だん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 間違えてね、ぶら下がる方向間違えるだん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 緩んじゃって、ガッて力入れた時にドーンって落ちる。そういう危ないこともあるから、逆にこっちは全然、そういう危なさないですからね。腕の力はそれでね、なんとかなってもね、この足ですよね。足もこの階段があるおかげで、足腰少し動かしてるんで、やっぱ階段ってある意味運動の道具として一番いいですよね。使えるなと思います。階段が一番いいっていうのは補足として、この過敏症になっちゃった人のにとってね そういうハードな運動が全然できない状態にあるからね、ほんと少しの運動で、もう運動したっていうような状態になるからね、もうはははは、息切れしちゃったりとかするから、もともとその筋量が少ない分ね、ちょっとした動きでも息切れしちゃう状態で、どうやってじゃあ筋肉つけていくのって言ったら、適度な運動とか、運動しなさいとか、歩きなさいとか、走りなさいだとか、なんかそういうようなこと言われるかもしれないけど、できないでしょ、そもそも。そう、できないことやって、それはまた自分を苦しめることになってしまうので、少し軽い動き、全くこう動かないというよりも、体調が良くてこうやってね、
なんていうの、起きてられる時には少し動いた方がいいっていうのは分かるんですよね。そうだからその動き方としても、ただ動いてるっていうよりも、意識することでね、少しその筋肉さんがやる気になってくれるっていうかね、筋肉つけますよって、心の準備っていうか筋肉さんにも準備させるっていうことでね、だんだんとこう動ける体っていうのをね作っていくことができると思います。で、あとはそうね、なんかお家の中のなんかウェイトトレーニングとかね、そういったジグ使ってのトレーニングっていうのはある意味その実生活にこう役立つ筋肉がつくのかっていうとどうなのっていうところもちょっとあるんだよね、話をいろいろ聞くとね。で、だから、まあ、実生活で必要な筋肉が必要なわけよ。だって腰痛の時に必要な筋肉はやっぱ腕になっちゃったからね。腕をすごく使って自分の体を起こして、なんだろう、こう生活するっていうスタイルになったから、その、必然とね、腕の力がついちゃったっていうのはあるんですよね。じゃあ過敏症にとってどういう筋肉、どういう、筋肉というか、まあ、動きが必要になるのかなっていうと、私はおそらくこの過呼吸になりやすいんで、はははは言ったりとかして、胸が痛いとかこう心臓痛がするようなこう突然のこう筋肉がつるような感じっていうのがあるから、その筋肉はあばらとかこう肋骨とかこう背中とかの筋肉がつっちゃったりとかっていうのはあると思うんですよね。だからそこの部分の筋量をアップするっていうことが必要なんではないのかなっていうふうに思います。あと足腰ね、いや歩けって言ったって、だって外歩ける状態じゃないから、じゃあどうすんのっていうことで、歩いた効果が出てくる運動っていうのも教えてもらったんで、それをちょっと紹介しますね。